メガネロックへの東京一人語り。さあ今週も始まりましたメガネロックへの東京一人語り。パーソナリティは私、現在東京でフリーのピン芸人として活動しておりますメガネロックへです。この番組は大都会東京へ口先一つで乗り込んだ沖縄芸人の一人語り、コロナ不況揺れ動く時代それがどうしたメガネロックへが聞かせる本音の東京お笑い物語が始まります。ということで第87回放送分です。よろしくお願いいたします。先週の、半次郎さんゲスト、周吾さん出てもらいましたけども、に続き今週もゲストさん来ていただいておりますので、まず先に紹介させていただきたいと思います。堀川ランプさんです。お願いします。どうもこんにちは、堀川ランプです。お願いします。いや、嬉しい。はいはいはい、僕も大好きなお兄様でございますから。お世話になってます。これ収録してるのが、僕が毎月主催でやってます、メガネロック声が R1 グランプリで漢字のところまで行くためのライブというのがあるんですけども、そちらのゲストに、ランプさんを今、5月お呼びいたしまして。そうなんですよ。で来ていただいて、その本番前に撮らせていただいている状態でございまして。こういうとこあるんですね、劇場が。初めて来ました。はい、代々木バーバラさんといういつもお世話になってる会場でございまして。めちゃくちゃいいです。後ろの方には今ね、僕会場の方で撮らせてもらってるんですけど、店長の葵さんも今いらっしゃいまして。はい、ちゃんと仕込み作業してます。ちゃんと仕込み作業しながら、すいません、お邪魔してます。お邪魔してます。僕は僕で今まだ本番で4本新ネタやるんですけども、まだ2本しかできてない状態で。、大丈夫。先月も同じ状態だったので、だから大丈夫だと信じて。ピンの人ってそうよね。もう基本的にね、どうにかなりますから、どうにかなるから。だからもう今これはやろうがあるんですけど、どうしようとこれが、これをやろうのちょうど狭間で戦ってる、設定だけ決めてあるみたいな、ね、設定だけ決めてる状態で、なるほど。で頑張っていこうかなと思ってるんですが、とりあえずもうラジオもうせっかくなんで、ランプさん、出ていただこうと思った経緯が、それこそ、いろいろ、いろいろやってるじゃないですか、ランプさんが。そうです、本当にいろいろやってます。本当にいろいろやってまして、その中の一つであります、その昆虫の、そうなんですよ、方がお詳しいじゃないですか。お虫とか、お虫を丁寧語。あんまりお虫聞いたことない。ナウシカとかでも聞かないの。お虫って。オウムを呼び捨てだした。お虫に詳しいということで、でその、活動の結果、今この本を出版されると。そうなんですよ。もう今僕はこの放送が流れてる時点ではもう出版されてるですね状態でございまして、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、そうマジで大変でしたね。でもこれ本の出版って、僕も本屋さんでバイトしてたから、はい、そのいろんな情報入ってくるんですけど、やっぱめっちゃ本って大変じゃないですか。いや、もう爆発するかと思いました。本当にこれいつ頃、はい、詳しい経緯はあれですけど、どう、その話が来たタイミングって、そのいつ来ていつ出版、この今年出版になったのかとかっていう。これね、ちょっと複雑なんですけど、去年の8月頭の時点で話が来てて、でも8月って結構昆虫関係の仕事がいっぱいあったんですよ。ああ、確かに夏のイメージありますね。はい、夏のなんか昆虫講演会みたいなのがいっぱい呼ばれてありがたいことに、で他学童を巡ったりとかしていろいろやってたんで、9月からやりますって言って9月から始めたんですけど、僕が基本的には本の中に絵と文章のパートがあって、文章パートをメインにやるっていう感じだったんですね。それを年内にと、だから9、10、11、12の4ヶ月かけてやってくれという感じだったんですけど、で31種類ね。31種類、これ僕あんまよくわかんないですけど、多分めちゃくちゃやばいやつですよね、その期間のなさ的には。ね、はい、期間のなさ、本当にやばい、マジで。もっとだって1年ぐらいかけて出版する人って、準備して確認を取ってとかっていうのですよね。アポ取りとかも含めてそのぐらいで。えぐいっすね、そうスピードが。だから2ヶ月で例えば15種類とかだから、一月に7種類分書いて送る。そうね、1月に7種類書いて送ってもまだ足りないぐらいのペース。だって世の中にこのいっぱい昆虫の本ってあるわけじゃないですか。そうそうそう。その中でその文とかも、結局その
なんだろう、似たり寄ったりにならないように書くとか、なんか気をつけることいっぱい多分ある、うん、そうわけですよね、うん、でしかも似たり寄ったりになっちゃうとまた怒ってくる人がいるので、うわ、うん、マジで。え、じゃあこれ一回、じゃあその対策のために読まなきゃいけないとかもあるんですか、他のやつは。うん、いや、え、それ込みで、それ込みでそれ込みで おかしすぎますね。しかもあのイラスト担当の丸沢さんって人がいるんだけど、はい、その人の補助もやったのね、まあ、え、あの虫を取りに行ったりとか。あ、はいはい、なんだけど完全にあのセミの存在を忘れてて、9月からやりますって言っちゃって何も手つけなかったから9月からいないセミをもう3日4日みんなで追いかけて、結果どうなるんですかそれは。結果一旦お互い電話してどうしましょうってなって、お互い一旦冷凍庫の中見ませんかって言って、冷凍庫の中見たらあのトータルで5匹集まって、すげえ、お互い冷凍庫にセミを入れてました。何かあった時のために、何かのためになかなかないですよ、何かのために非常用のセミで助かりました。非常用のセミって初めて聞きましたよ冷凍庫から非常用のセミ、非常用で助かったって思ってね。だからうわすごい冷凍庫で。え、でもそれ保存って大体冷凍なんですか、それで言うと。基本的にあの標本にするやつは冷凍にしといて、あの時間がある時にまとめて解凍して、ほうほうほう、あのパパッとやっちゃうっていう主婦の日常聞いてるみたいないやでもこれ解凍して、でそこから標本、その標本も本に載るんですか。標本は、本には載らなかったけど、結局解剖図鑑だから 中の構造をねあ、なるほど、はい、あのバラして、あの中の ここで音が鳴ってるのかとか、うわすごい、この筋肉をこう引っ張るとどこの足が動くのかなとかをみんな見てってそのランプさんがこうニヤニヤしながらちょっと喋ってるのに完全にマッドサイエンティストみたいな感じのいやマジで、うん、すごいですね。そんなにじゃあ一個一個細かく、一個一個細かく、本当に論文がないからそこら辺の論文があったらその論文を借りていいですかみたいな話になるんですか。いや論文はもうある時は出典書いて、でも論文丸写しにしたら怒られるから、あのちょっと、変えたりとか、あと、そうね、実際に取った虫の内臓を見ながら照らし合わせてこの取った虫の方を描くっていう。はあ、なるほど、はい、結構すごい作業をそのスパンでやってたんですね。そうなの、マジで。だから R1 去年出ないまであって、だから直前ねその話もされてましたもんね、うん、そうそうそう、今年もう諦めようというか、うん、見送ろうみたいな。無理だもん、だって1ヶ月7種類書かなきゃいけないんだからネタ作りより大変ですもんね、うん、マジで。だって1週間に1種類2種類よ。それ量的にはどれぐらい書くんですか、文章。文字量的には、文字量的には、そう、これも不思議な話で文字量を全く決められてないんよ。え、普通本ってなんかここのマスに説明文入れますんで、例えば200字以内でお願いしますとか、うん、はいはい、一切言われてない。え、なんなら僕丸投げされてて、縦書き横書きも僕が決めたのえ、じゃあもうほぼほぼ印刷以外全部ランプさんがやってるぐらいの。そうですよ、マジですごい。やもう本当に、なんならね、もうちょっと愚痴になっちゃいますけど、あの担当の人が忙しすぎて、担当の人がもうすでにパンクしてるから。あ、なるほど。例えばあの最後本作る時って誤字脱字がないかチェックするんですよね、はい、あのそれで、あ、こことここちょっと文字が違うんで直してくださいで送って、で直しました、確認お願いしますって帰ってきたら、あの2箇所の最初指摘したところが直ってなくて、なんならそれまで正しかったところのミスが増えて帰ってきたいっていう、もう限界を超えてるんで。もうすみません、お互いが限界を超えながらの戦いをして。そうそう、本当にじゃあこれやっぱこれがもう全部じゃあ完成しましたってなった時は、うん、もう大優勝というか。いや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 、大優勝というか出るのかなが、まあ、確かにそんだけ期間短くて出版はなんか、うん、え、これ嘘の可能性もってなりますもんね。そう、で出ない可能性も全然あったというかそもそもこれが3月31日に出るはずだったのが。あ、そうなんですか。はい、あの出版のその担当の人がそういうレイアウトとか、はい、なんか細かいとこ詰めるのを手が回らなくて、あの1ヶ月半延長にしますって急に僕に電話かけて、こっちは締め切り守ったのにって思って。いやでもなんか逆バージョンあるんですね、こっち側が間に合わなくて伸びるじゃなくて、はい、そうそう、うん、だから史上初、あの作者側が担当者に締め切り守ってくれってめちゃくちゃすごい初めての話ですね。はい、
追加でお願いしますって言われて、わかりました、この日までにやるんでそっちも仕事終わらせてくださいね、カタカタカタカ、はい終わりました、そっちはどうですか、手をつけてませんっていうのを2週連続でお送りされて本当にすごいですね、やっぱ、うん、大変ですね、出版一つとっても、はい、いや大変だけど本当に逆だろって思いながら言ってたいやだ間に合わないと思ってたところ間に合わせに行って出版できて、うん、でいやこう いつから発売でしたっけ、5月の17かな17、うん、もう結構出てじゃあ 4,5 日ぐらい経ってる状態ですけど、うんはい、結構反響とかってあるんですか。そうね、やっぱAmazon で予約してくれてた方はあのそこそこねもう手元に届いて、はい、これはすごいとかめちゃくちゃちゃんとしてるっていうのを言ってくれてるけど、まだそこまでですよね。いやでもなんかこれ本を売るときにやっぱその、うん、なんか出版社の人が来てサイン会とか、うんまあ、多分ランプさんの流れだったら講演会もね、はいはい、できると思うんですけど、うん、沖縄とかってどうですか、その虫いっぱいいるじゃないですか沖縄は。はい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 、はい、ランプさんから見てやっぱ沖縄の昆虫ってすげえなってなったりします、うん、すげえなって思うマジでやっぱ台湾とかの方が生態系的に近いから。あそうなんですね、うん、すげえなとは思うんだけど、一回大学生時代にあの石垣島じゃない西表島に、はいはい、あの1週間泊まり込みで、あの虫取りやってる先輩についてったことがあるんだけど、ほうほうほう、 あそこら辺ね許可取りがめちゃくちゃ大変だからサクッと取れないのよね。そこら辺でここでじゃあ取っていいですかって言って、うん、いいよって言われてようやく何かこう、あのあらかじめ沖縄の市の方にそういう許可申請をしないといけないから、はあはあはあ、マジで、マジでサクッと行って取れるもんじゃないから。そっか、じゃなかなか難しい。でもなんか僕沖縄にもともといたから分かるんですけど、うん、沖縄の虫って でかいですよね、他のところの虫に比べて、ね、ゴキとか。そうですよね、うん、雲もでかいんですよ。雲でかいよね。なんであんな気候なんですかね。気候もそうだし、やっぱ餌が多いから、うん、あ単純にあれって太っての大きさとかになるんですか。というかあの餌がたくさん取れるから栄養が良くてその分大きくなれるっていう。すごい。じゃあもう沖縄ってその昆虫でいうとエリートがいっぱいいるみたいな感じ。超エリートですね、超エリートだし、だけど逆に言うと恵まれた環境じゃないと本領発揮できないから、はいはいはい、あのエリートじゃなくてもそういう恵まれた環境じゃなくても生きていけるやつがこう東京とか北の方とかに住んでるっていう。あ、なるほど。じゃあちょっとその昆虫のヒエラルキーで言ったらその富裕層みたいな。あ、かもしれない。感じの富裕層が、じゃあ僕らみたいな芸人と一緒でその東京出てきた時に金がなくてその何も食べられなくてとかはいはい、はい、でこうガリガリになっていくみたいな感じで そこではもう生きられないみたいなのが。みたいな。うわすごっ。そんなんあるんですね、やっぱ。そんな感じよ。昆虫も。うん。昆虫は。いや、まじで。え、沖縄で講演会とかってやったことないんですか？やったことはないね。行きたいけど、あるんかな、そういう仕事。いや、これ、もう先週もちょっと話したんですけど、はいはい、これ、あの、ラジオ沖縄っていう、うん、沖縄の、その、ちゃんとした民放なんですよ。うん、もう、ちゃんとした民放って失礼な話ですけど。全部確かにそうちゃんとしたもん。本当そうよ。本当に、はい。ちゃんといろいろやってるところなんで、うん、これワンチャンありますよ。え、そうなの？ラジオ沖縄さんが堀川ランプいいなってなったらランプさん呼んで、お、例えばその、はい、沖縄っていろんなこう触れ合い動物園もあるし、はい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 、触れ合い昆虫フェスティバルみたいなネオパークとか僕らが子供の時だったらあって、ジャングルがモチーフになってるところとか、はいはいはい、いろいろあるから、そこで堀川ランプ講演会もやりたいね。本当に行きますよ交通費だけで、交通費と宿代だけで。マジでランプさんすげえおもろいんで、マジで。いやありがとう。お盆さえずらしてくれればなんでこのお盆ずらすの。あの実家が寺なので情報量がどんどん。そうなんです、実家がちょっと浄土真宗の寺なので、あのちょっとそこだけずらしていただければいつでも行けますので。行きますし、はい、すげえマジだからぜひ。いやそうね、大学の時本当に西表行ったって言っても山ごもりだったから、ああ本当混ぜ込みおむすびさんと佐藤のご飯だけ1週間分持って、それで1週間過ごして、すごいっすね。最終日にだけあのソーキそばを食べれて、はいはいはい、だからちゃんと沖縄を観光したいっていうのもあって、ぜひ呼んでほしい。マジで沖縄結構このカブトムシとか、はい、それこそみんな大好きだな、子供たちいっぱい多いんで、うんうん、虫がやっぱ身近にいるから だ, よ、ね、だから絶対ランプさんは沖縄向いてると思うんで、いや行きたい今年の夏、うん、今
これからまだ、ね、これ聞いてる例えば一般の方でもいいですし、はい、企業さんでもいいですし、はい、もし、ぜひそのランプさん呼んで講演会とかやってほしいってなったら、はい、もうラフィーネプロモーションの方に連絡していただければ、そうですね、ラフィーネでもツイッターの方でもぜひ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 本当に本当に行きますよあなたの家に行きますよちょっとそのメッセージすごい怖いニュアンスを含んでますけどいやでもマジで、うん、だって YouTube とかもやられてますもんね。やってますね。昆虫列伝でしたっけ。昆虫列伝ですね。えチャンネル登録者数とかもでも3000人ぐらい。あでもまあ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 いますもんね。まあまあちょうど反応に困るいやでも、はい、もっといていいかなと思ってました、うん、僕ずっとだってやってる内容めっちゃ面白い昆虫のクイズとかあるじゃないですか。そうなんですね。編集がね一人しかいないからいや大変です。なかなかねあのでその前の去年の9月からの本の出版とかもあって、はいはい、全然作業が進められてなかったんだけど、マジでこれマジで気になる方 YouTube とか見てもらっても、あざます、ああああミリガンさんだ、ミリガンさんが来ました、ミリガンさんだ、えどうぞ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 、18時はい入りだったんですけど今ちょっとラジオ撮ってるから、はい、一緒に一緒に行きましょう、ラジオで伝わらないボケしないでください、ミリガンさん今持ち上げて車ペナみたいに、はい、ちょっとよかったら、はい、何ですかこれは、これはあの僕が沖縄でやってるラジオ局のポッドキャストの番組の、はい、あ、はい、美味しそうですね、美味しそうですね、すごい今ランプさんが昆虫の本を出したので、はいはい、それのお話今お伺いしてて、あ、そうで昆虫どこ、羽にあの文字、え、どういうこと、昆虫昆虫を本にしたんじゃないんですよ、うん、昆虫のテーマの本を出したんですよ紙のやつね、紙のやつですよ、指定ですね、はい、よかった昆虫を本にしたんじゃない、2ページしかないのかなと思ってさ種類によっては4ページ、そっかそっかそっか、さすが、僕はもうミリガンさん大好きすぎて、いやとんでもない、今日いや、まあ、だって入り時間のちょっと早めですもんね、1時間ぐらい、うん、はい、ちょっと、はい、ちょっと気になることとかもあったんでね、はい、うわ嬉しい、ありがとうございます、うん、いいんですかミリガンさんも全然、あ、全然全然全然、もうちょっとだけ時間あるんで、はい、全然、はい、でも同じラフィーネですもんね、そう、はい、もう俺1年経ったか、2年ぐらいじゃないですか、2年ぐらいか、はい、そうそう、ランプは何年、僕は2018年秋ぐらいからなんで、どっぷりどっぷりです、ね、んということは5年ぐらいか、そっか、大先輩ですよ、いやいやいや、そんなわけないですよ、だからそれと、ね、ラフィーネもそうですけど、はい、芸歴が、はい、僕ランプさんちょっと分かんなくて、多分、うん、同じぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、はい、うん、そうですね、まあ芸歴が2017年4月からなんですけど、うん、学生芸人をそれまで6年間やってたっていう、学生芸人6年間って大学4年と大学院2年やってて、うん、それであのそこをがっつりなしにして、うん、あの7年目8年目って言ってるんで、入れたら入れたら12とか13とか、僕も全く一緒なんですよ、それでいうと、はいはいはい、僕も高校生の時の歴があったりとかするから、うん、それを含めると、うん、2012年とかのデビューになっちゃうんで、うん、はいはいはい、だからもう今グッとして、まあ、フリーもあるんで、うん、やってない時期とか状況もいろいろあったからそれ削って、うん、純粋なのは多分8年ぐらいだろうっていうので、うん、今8年って申告してるんですけど、本当、うん、ミリオンさんは、うん、メジャーデビューってことでしょ俺メジャーはまだ上がってないからねずるいっすよ、えそうしたら僕0年目ですよ、メジャーデビュー、いや2人はだって本出したりさ、すごい大家ちゃんだって R1 行ってね、いやいや、もうどこまで行ったっけ、準々決勝、うわーほら、でも あの僕2回戦追加合格で行ったんで、はい、でもあの2回戦落ちた日にミリガンさんにラーメンごちそうになって、ああ、あれ新宿のとこだっけ、オロチョンラーメン、オロチョンラーメン、オロチョンラーメンで、ミリガンさんが翌日2回戦控えてて、はいはいはい、で僕落ちてミリガンさんが食べながら、うん、なんか大家ちゃん今日なんか今年は俺いける気がするんだよ、優勝しちゃうかもみたいな、はい、めっちゃ言ってて、優勝する気でいた俺、うん、いやでも結構仕上がってましたもんね、そう、うん、事務所ライブで見させていただいて、うん、はい、落ちた俺ラーメン食って元気あのつけたあの元気確かにどこに消えちゃったんだろうなどこに換算されたというか、なんだろう、会場を向かうまでで全部使っちゃったんですかね、うん、あ、爪切ったから爪でいいじゃん爪にさ全部いっちゃったかもしれない、白い部分があるよっていうか、そうそうそう、いっちゃったかもしれない、切らない方がいいわ、だから爪切らない方がいい、切らない方がいい、アドバイスは爪切らない方がいい、 方がいい、うん、ちなみにこれ僕沖縄のラジオなんですけど、はいはい、ミリガンさん沖縄とかって行ったことあります、まだ、ええー、あそこ、橋本だっけ、神奈川の
はあはい、より南行ったことない全然すごい、うん、大阪とかもじゃ あ、 じゃあ大阪はそうか行った、大阪が一番あ、一番ですか、 南というか、はい、うん、西という南の方、最南端が、最南端行ってみたい。だって俺青森生まれなんですけど、はい、俺寒いのが嫌だって東京に逃げてきたわけですから沖縄が一番あったかいから、沖縄が一番俺活発的になれるかもしれない。へえ、でもその行ったら何したいとかってもなんとなくあったりするんですか、ミリガンさん。いつか沖縄行けたらこうしたいなみたいな。全速力で走りたいないやでもなんか走れる道ありますよ。走れる道あるでしょ、綺麗な、そうっすな、綺麗な砂浜、福井並木みたいな、こう木がこう、木がこうなんだ、アーチ状みたいになってて、あ、はいはい、そう、そのそれで影ができて涼しい木陰みたいな、うん、こうちょっとついてる道とか、うん、最高じゃん。そんなないもんね、東京ね。ないですね。いやだから東京来てから僕もマジで海行かなくなっちゃって、うん、ああでしょ、ね、もう海じゃない、僕の知ってる海じゃない、なるほど、東京とかのやっぱり海はゴミ、そうだね、汚い海だから、うん、ここで同じ魚が暮らしてたのかって思っちゃうぐらい、はい、まあそっか、まあ確かに、うん、距離こそあれど、要はあれ一つだもんね、海は一 つだもんね。そう、大きいだけで、大きいだけで、ね、全部つながってるもんね。そうそうそう、なんか皮下脂肪みたいなもんだ確かに、そう、部分部分に分かれてるから、ね、うん、だからその、あ、こうなんだっていうのはちょっとなんか、うん、ショックが大きかったもん、ね、いつも見てたものが違うというと、うん、だから俺もそのなんていうの、自然に触れ合いたいじゃないけど、うん、東京でないじゃん、なかなか、はいですね、だからあの東京のさ、あの道でさ、うん、あのちょっと小さい道、はいはい、元おそらく川だったっていうようなとこ、わかんない、なんとなくわかります、あのグネグネ加減、そうそう、グネグネ加減で、はい、でなんかちょっとこうかカッパの習わしとかなんか書いてあったりとかする、うん、ある道ありますね。そこを歩いて水の気分になったつもりで歩くとかよくやりますよああ楽しそう、ね、ラッキー、そうそう、はい、あのでもどの道方向音痴だから暗記できないから、はい、散歩行った先で、あ、これ川の、元川のとこじゃない、ラッキーって言ってああすごい、で出会いというか、めっちゃいいっすね、詩的かもしれない、ポエミーというか、うん、はい、でもなんか、なんか僕もネタ作る時とかなんかその、うん、1個なんかその土地のものに感情移入とかして、うん、なんか雰囲気感じたりする時あるから、うんうん、多分ミリガンさんと同じことしてます、うん、多分水になった水になったつもりで僕はなんかその、なんかその、なんか文化人の街とか返したら、あーすごい、なんか文化人気取りで歩いて、あーいいね、そういう気分もね、こういうのがあるんだみたいな感じでこう歩くの、神保町とか、うんうんうん、はいはい、あの本家家になったつもりで歩いてみたいな、古書探すとかって、うん、なんか一個なんかなんとかごっこでやって街中徘徊するの結構好きなんで、うん、でも大丈夫、あの文豪になったつもりでさ、あの髪くしゃくしゃくしゃってこれがそう違う、うん、いやでも思想になりますよ ね、カレーとか食べた後ティッシュ口拭いたティッシュを、うわ違うカレー食って違うってなるのこのカレーじゃないそれはもう美味しんぼ、そうだよ、頼んだな、そう、松原雄山だっけ、貝原雄山、貝原雄山、お届けしてきました。ミリカさんありがとうございます。いや、とんでもない、ありがとうございます。今日もね、よろしくお願いします。ラフィーネプロモーションせっかくですから、はい、お二人所属事務所の、はい、事務所ライブとかも、はい、はい、毎月第最終あれ第 3? 第4ですね、第4か、はい、第4土曜日、はい、昼は昼の部3時から、はい、夜の部6時、はい、6時から、6時からやっております、はい、で今、ラフィーネプロモーションのチャンなんだ YouTube もミニ動画みたいなの上がってますんで、はい、ぜひぜひ気にかけていただけたらと思います。ぜひ配信も あの、ありますもんね。あ、そうです、在庫というサイトかな。そうですね、はい、在庫というサイトで、サイトというか、やってますので、はい、ぜひ、そうですね、生であの配信してますので、ね、生配信で見れますし、東京に来た際はぜひ、はい、ハモニコホールでやってますんで、はい、はい、よろしくお願いします。来ていただければなと思います。今日すいません、ランプさんもミリガンさんもありがとうございます。いや、嬉しい。本当ありがとうございます。今日のライブお二人とも出て、僕の主催ライブ出てくださるんで、それのアーカイブ販売もやっておりますので、ぜひよかったらぜひ見てください。ということで本日は以上となります。ミリガンさん、ランプさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、また今夜、バイバーイ。おい